サーラは、ヒノキかヒノキ族の一種。日本特産の新幼樹である。ヒノキかヒノキ族。日本を代表する、林業幼樹種であるヒノキとは同族であり、口実のように形態的にもよく似ている。遺伝的にもヒノキに近く、両者間では、繁殖能力のある雑種を作る。この雑種については、DNA 解析などの結果、オス親を本種、メス親をヒノキとするものがよく知られていたが、 逆の組み合わせもあることが報告された。ヒノキ以外に天然分布が重ならない、ローソンヒノキとも交雑し、充実趣旨を得られるという報告もある。ただし、この趣旨を発芽試験に供した結果、雑誌未章は葉緑体に異常があり多くは発芽直後に枯死してしまった。園芸品種のフィリフェラオーレア日本固有種で、岩手県早知根山から、 長崎県島原半島にかけての産地に自生する。日本海側の地域には分布しない。樹高は40メートル、強硬直径は100センチメートルになることもある。主関係であり外見はヒノキによく似るが、枝はヒノキほど茂らず、枝と枝の間隔が広くなるため、遠くからでも幹がよく目立つ。葉の付き方を見るとヒノキよりも隙間が多い。 葉の形状もヒノキの葉の先端は丸く葉裏の白い気候線が Y 字なのに対し、サワラの葉は先端が尖っていて、葉裏の白い気候線が X 字である。サワジリの大ヒノキ日本国内最大のサワラは、福島県岩木市にある国の天然記念物、サワジリの大ヒノキ樹高29メートル、幹周10メートル、推定樹齢800年である。 天然記念物としての指定名称からも、サワラとヒノキが似ていることがわかる。ヒノキよりも軽く柔らかいため建築材や器具材に利用される。サワラの語源もヒノキよりもサワラかであることに由来する。水質に強くオケやタライなどによく用いられる。基礎付きの一つである。殺菌作用があるため、松茸など、食品の下の敷物としても使われる。庭園に植えられる日置や、 氷室などの演芸種は、サワラの編集である。ありがとうございます。